黒川氏は、日本の氏族起源が異なるいくつかの系統がある。道のく黒川氏川内賢治足利氏流。芝はじめもんもがみ氏一族。越後黒川氏坂東平士三浦氏流和田氏一族。洋北州。品濃黒川氏木曽氏流。品濃国木曽谷の国人。伊予黒川氏落ち河野氏一族。須尾黒川氏 大内氏一族。柴はじめ門。大崎氏文家のもがみ一族で、道の区国黒川軍の国人領主。家門は、足利氏と同じ、二つびっきり及び、五十三の霧。黒川氏初代、宇治直の出自については、以下の三節がある。もがみ初代、金頼の子。没年月比不詳。もがみ第二代、直家の子。 欧二26年6月28日死去。子に、万死。もがみ第3代、三忠の子。文明3年6月18日死去。もがみ系刑と水卓大平氏系図とでは、宇治直の没年に半世紀近い差があり、また、黒川市歴代の遺廃には、宇治直のものがない代わりに、文明4年8月15日死去の系史のものが存在するなど、 かなりの混乱が見られる。柴氏の所流筋であることから、長六年間には、将軍より直接に、小学坊、足利重氏討伐を命じる大内がきを下されるなど、大崎式家下の国人領主として、重きを成した。16世紀初期に、伊達種宗が勢力を伸長すると、伊達氏流の言い家かけから、慶史が養子として入り伊達氏に服属したものの、京史の子、指揮国以降、種家、 晴れ氏と三代にわたって将軍より偏気を賜っている。晴氏は、伊達晴宗の三男、留守正栄に娘を嫁がせる一方で、大崎義直の子、義安を養子に迎えるなど、大崎氏、伊達氏の双方に配慮を欠かさなかった。しかし伊達政宗の第二、伊達始門とじ始門の対立が深刻化すると、晴氏は、大崎合戦において、伊達氏より離反し、 中に伊田城を攻めていた伊達軍を改装させた。またこの時、向の正影を救うためには僕を圧戦した。その2年後、黒川氏は豊臣秀吉による小田原聖伐への参人命令を無視したために欧州市沖において改役され、旧黒川領は正宗の支配下に帰することとなった。正宗は9年の報復のために晴れ氏を殺そうとしたが、 正影の嘆願もあって除名され、春ルーは正影の保護下にて余生を過ごした。春ルーの後継、吉康は後に正宗に仕え、一家の価格に劣して、宮城軍にした中で150国を治療したが、官営三年に吉康の子、騎士が死去して、むつぐ断絶となった。黒川氏直、黒川式、黒川剣士、黒川志望黒川、黒川し則、黒川慶士、 飯坂清宗の子、黒川ちき国黒川種家黒川春る黒川、義康、大崎義直の子黒川騎士、水い大平氏お図をもとに作成。法恩寺ん蔵黒川氏け図では、以下のように記す。おがみか黒川氏直家重重,重とも重高高影イコールじしこうしやすイコール系いしちきこく義る平じ三浦田氏たはだしの一族で、 越後洋北州の一つ、越後和田市とも呼ばれる。自称、樹衛の乱において功績を挙げた和田義持が奥山総司党となったのが、越後和田市の始まりであり、和田合戦で和田市のほとんどが没落した後も、幕府方として活動した和田重持の子孫が残り、その思えの子孫も、 法事合戦において、三浦氏に味方しやはり没落するが、思えの子である時持ちが息抜き、その子孫が、越後国奥山荘に土着した。和田持長の第二分割相続の結果、持長の子孫は、黒川城に居城し黒川氏と名乗った。鎌倉時代末期、黒川茂美は、日田吉貞に属して鎌倉攻めに従軍。その功により、 県務政権より、奥山総称中城、金山を与えられたが、越後は出氏の着流で同族の中城氏の領土であった。ため、以降戦国時代まで、中城氏とは、領土問題などをめぐり争いが絶えず、越後における内乱の際にはしばしば敵味方に分かれ、対立した。南北朝時代には、北朝方として、中城市、色部氏らと共に、南朝方の小国氏を打っている。 関能の上乱では、足利高氏に従ったが、昌平7年、足利忠義法の上杉則明が大軍で、黒川城を包囲、落城し降伏した。以降は、越後守護上杉氏及び守護大長尾氏に従い、家事史郎の討伐や佐渡征伐で活躍した。室町時代に入った、欧永30年、守護大長尾国家の挙兵による欧永の乱で、黒川事実は、家事史、 柴田氏、北条氏、安田氏らと共に、越後守護上杉某朝に廃藩して、黒川城により、傍聴を自害寸前に追い込んだが、上杉より富士の援軍により、守護法が優勢となり降伏。その後守護方の滑沢氏により官に用地をかけられ、黒川元真は、体内が赤藩の波月瓦で戦ったが奮戦、虚しく自害した。元ザの子、渡る福丸は、 おじの中条帽子に助けられで和太宝寺上主、武藤氏のもとに逃れた。黒川氏の丘陵は守護に編入されたが、長尾国家への圧戦で越後に戻った。史実は中条帽子らと共守護上杉氏に従い、湿地回復に奔走した。しかし、英三33年、守護大方の三条上主山吉氏を攻撃中、長尾忠氏系、長尾高影が、 山吉氏の援軍として発すると、史実は守護大方に寝返り、中城帽子を攻撃、鳥坂城を攻め落とす。帽子は河関城へ退却したが、その後後世に転じ、最終的に史実は守護方に降伏。しかしその後も、黒川氏はたびたび守護上杉氏に対して反乱を起こしている。戦国時代になり、上城定則が挙兵した。 上城の乱では四五代、長尾亀影に従い、亀影の没後は、長尾春景、影虎と仕えた。謙信死後のお立ての乱では、黒川清美は、上杉影虎に加担し、上杉影勝法の中城氏を攻めて、鳥坂城を占領したが、逆にその歓撃をついて、中城氏の一族の築地助と世に攻められている。翌年には継承によって、黒川城は落城。乱は、 継承が勝利し、清美も、伊達明ら衆の仲介で継承に降伏。以降は継承に従った。子孫は引き続き上杉氏に仕え、上杉氏が、道の区合図に転保されるとこれに従い、子孫は、米沢藩主となった。高遠紀修正によると、品濃国基礎谷の基礎家領主、基礎家村の老い、基礎家人が、基礎軍黒川に土着したことから始まるという。 おちしりゅう、こうのししの一族。戦国時代に、いよくにちかしきぐの旗頭となり、約五十年ここを治めた。自称、樹栄の乱における欧州合戦において、功績を挙げた、こうの宗家のこうの通信の子、こうの道綱が始まりである。通り綱は、欧州黒川座とを配慮したところから、黒川氏を名乗った。ところが、上級の乱において、こうの通信は、 韓軍方につくも、幕府軍の北条方に敗北して、欧州の平泉に配慮され、河野家の所領53箇所、河田六千長部は没収され、一族147人の所領もほとんど没収された。唯一幕府軍についた、河野道常は、その後、阿波国富田省を配慮していたが、没収された宗家の領地だった、伊予国を幕府に申し出て、 再度河野家が有するところとなるは、北条時政の女とあり、この特例の処置は分からなくはない。上級の乱後の混乱により、黒川信綱も黒川里で密かに潜伏したのではないかと思われる。その後、文英年間密かに伊予へ帰り重したが、文英年中没した。協力元年、黒川元春県山城築城。黒川家十四代総領の黒川元春ははじめ、 長素壁旗元春という。元春は十三代黒川通りの利を頼って伊予に来た通りの利は元春の面構え眼光を見てこの乱世に必要な人物と見て修行が終わるのを待って妹の婿に迎え黒川世を名乗った。通りの利は元春に千足山黒川の広志の城を譲り自らは民家の赤滝城に移った。この時から黒川家は両端となる。 子孫に、陸軍中将、男爵、貴族院議員務めた、黒川通家がいる。餅城、鶴木山城、広市の城、山城、中森城、幻城、松尾城、大熊城、八森城、森城赤田貴城、江の城、大曲り取りで、黒川本人、ありがとうございます。